もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ここまで戻ってきちゃったな、遠いや。でもまあとりあえずね、行こっか。多分銀の丘に向かうよね。銀の丘に向かって、でまあそこできっとね、あのなんだっけ、さっきのザイガスをやっつけて銀の丘に行くってことだから、そこで子供たちを解放してクリアーってことよね。でなんかめでたしめでたしみたいな感じでハッピーエンドを迎えるはずなんだ。あの青っぽい花はラベンダーだろうか。なんかつい最近さ、なんだろう、豆知識、なんか多分ツイッターで回ってきた豆知識なのかな。ラベンダーの匂いを嗅ぐのはあんまりよろしくないみたいなことを書いていたような気がするんだ。お、カメレオンマン、ピエロみたいな格好してるよねこいつ。さっき洞窟の中で私がキモいって言ってたやつだよこれ。てかなんかなんだろうな。お、虹色の布切れ、布切れ。てかね、なんかあいつらはね、多分すごいおじさんっぽい感じの顔をしているのに小さいから気持ちが悪いのか。いやでも前のさ、あのデスマエストロだっけ、あれはでかかったけど気持ち悪かったよね。リンクル地方あとちょっとだな多分。さっきのさカメレオンマンってことはさ、擬態すんの？あんな小さいおじさんがいろんなとこ擬態していたら嫌なんだけど。メトロゴースト、なんかいきなり現れたね。フィールド上におらんかったような気がするんやけど。お、ゴーストのくせに打撃攻撃を受けるっていうのはどういうことだ。めっちゃ逃げてくんだけど、何こいつ向かってこないの。相手がいなくなった、うん、やっつけた、え、やっつけたのか。3時から5時まで、うわーやばいやばいやばい。お、さっきからそのね、お知らせがさ、お知らせがすごく私を焦らせるんだよ。あのね、3時からメンテナンスって右上に出てるじゃん。3時までさ、3時まであとどれぐらいだ、3時まであと20分ぐらいしかないんだよ。やばいやばい、急がなければ。あっこだ、あっこに入っていったらいいわけよね。おーし、来た、着いたよ銀の丘。お、扉扉、お、なんか始まった。やっぱコントいかんかったよね。なんかムービー始まった。開けてくれるのか。さあこれで子供たちが。悪かったなガキども、もう大丈夫だ、そっから出てきていいぞ。なになに、言葉で開くの。お、開いた開いたね、何も問題発生せんよね、大丈夫よね。おお、みんなで、でもうわー怯えてるよ、かわいそうに。もう何にもしねえよ、ほらほら、お家に帰りたいんだろ。ま、待ってよ。お、ピカチュウみたいな子が残った。団長さん、僕、団長さんのこと信じてたよ。いい子だな。よせやい、ケツが痒くなるぜ。ほれ、さっさと出てこい。うん、あんなに広い町にこの7人しか子供いないのか。かそってるな。少子化だ少子化。言ったろ、この扉は開くべき、
開くべき運命の時だけ開くって。あゆな、おめえが悪魔ザイガスを倒してくれたからこうして扉は開き、ガキどもはお家へ帰れるんだ。ありがとよあゆな、礼を言わせてもらうぜ。渋いな、なんか。ありがとうあゆなさん、オルフェアのみんなを助けてくれて。ポインポインポインって音が。ねえ団長さん、どうしてオルフェアの町の子供を悪魔は食べようとしたの？契約だからじゃないのか。そうさな、おめえらに一つ昔話をしてやろう。昔昔のお話さね。お、なんだなんだ、語り出すか。昔昔といっても15年ほど前のこと、オルフェアに娘がおりました。娘には生まれつき未来のことがわかる不思議な力がありました。ある日、娘はどうしても銀の丘へ行かなければならないと、そんな予感がしたのです。うん、銀の丘。これが妹。お、顔出た。本当に変な扉あるし、よちっかアルベちゃんもこんな変なのが本当にあるなんて、さすがにびっくりだわ。急になんか超今時な感じの。こんにちは、呼ばれて飛び出たアルベです。バカっぽいな。なになに、なんか開いたんだけど。どこ行くの？これって閉じたらまた来たるべき時まで開かないとかでは。銀の丘に現れた不思議な扉の中で、娘はフォステイルというプクリポから何でも願いが叶うノートをもらいました。フォステイル？フォステイル広場よね。あの像の？ノートに書ける願い事は3つ。ただし、3つ目の願いを書いたとき、願いを書いたものは破滅する。フォステイルはそう語ったそうです。なるほど、よくある感じの。そういうのはね、2つ目までの願い事を叶えて、3つ目は永遠に取っておくべきなんだって。そしたらみんな幸せ、破滅もしない。これって、本当なのかな？キラッキラした目しとるね。そっか、試してみちゃえばいいんだ。アルベちゃん賢いっていう言い方がバカっぽい。ノートさんお願い。私アルベちゃんは本物のお姫様になりたいです。娘の願いは叶いました。次の日、メギストリスのお城から使いが来て、娘を王の妃に迎えたいと告げたのです。次の日、早速やん。それから娘はメギストリス王妃として幸せな日々を送っていました。しかし、お、願い事を使ったのか。もうさ、王妃になったらお金もあるからさ、あんなノートの力なくても願い事叶えれるんじゃない？髪の毛くるくるだったよ。お、ザイガス。お前は予知の力を持つ娘。ある上に間違いないな。お、流しれ渡っている。違います。なんだと。私はもうお姫様なんだから、アルベ王妃ちゃん様って呼びなさい。どういうことだ。ふざけるな、頭からバリバリ食ってやるぞ。やん、怖い。怒った。このバカ娘め。まあよい、貴様はアルベ、ちっちっち、かわいいアルベ王妃ちゃん様だもん。ちゃん様っておかしいよね。貴様はかわいいアルベ王妃ちゃん様に間違いないな。言ってあげるんや、優しいね。そうだけど、あなた誰？この大陸のどこかにプクリポの救世主が生まれているはず。そいつの居所を予知してもらおう。やだ、アルベそういうの予知したくない。選べるんや、便利やね。予知しないのならそれでもよい。なんだ、超震えよるよ。急激にめっちゃ震えよんやけど、どうした？お前を殺し、プクリポの子供たちを片っ端から食らってやるまでよ。そういう悪いことはダメよ。ああ、はっはっは、はっはっは。恐ろしいか、恐ろしいだろう。
ならば言うことを聞け。プクリポの救世主の居所を私のために予知するのだ。娘は世界に恐るべき災いが迫っていることを悟りました。そして娘は不思議な力で、未だプクランド大陸には救世主が生まれていないことも知っていたのです。プクランド大陸って言うんや。救世主君はまだ生まれてないの。なんだと？いい加減なことを言うと承知せんぞ。本当よ、本当なのよ。救世主君はまだいない。でももうすぐ、これから15年の間にオルフェアのどこかで生まれるの。ほら、予知してあげたわよ。今度は私の言うこと聞きなさい。なんだと？約束して。15年よ。15年間絶対にオルフェアの子には手を出しちゃダメ。15年経ったらオルフェアの子を全員食べちゃえばいいわ。でもそれまでは絶対ダメなの。全員食べちゃえばいいわって言われてもね、何を言い出すかと思えば、たった15年ポッチ待てばよいのだな。悪魔にとってはほんの一眠りよ。よかろう、お前と契約を交わしてやろう。これから15年の間はオルフェアの子供には決して手を出さん。ただし15年後の今日になったら好きにさせてもらうぞ。15年後の今日、オルフェア中の子供を皆殺しにし、救世主を始末してくれるわ。ご苦労だったな、アルウェ。予知の褒美にお前はいずれ苦しまぬよう殺してやろう。はっはっは、あっはっはっは。結局死ぬんや。私、わかるの。救世主君は生まれない。え、生まれんの？でも、15年後にはいるの。15年後に救世主君がいるのは、私、わかるの。あ、そっか、人間からオーガになったけん、生まれ変わったけんってこと？アルベのやつがオルフェアに里帰りして、一人息子のラガース王子を産んだのは、それから1年後のことだった。悪魔なんざと契約したせいなのか、本当のとこはわからねえが、アルウェはその後ひどい死に方をしちまった。へえ。住んでた家もろとも、一晩でミイラみたいに干からびて死んじまったと聞いてるぜ。じゃあもしかして、アルウェさんはノートに3つ目の願いを書いちゃったの？てか、アルウェの子供があの子とかいうことはないんか。さあな、俺にはわからねえ。でもこれだけは確かよ。アルウェは、オルフェアのガキどもを悪魔から守るため、15年後の今日、町中の子供をさらえと、俺に頼んだのさ。子供さえ隠しておきゃ、オーガの強い旅人さんが、悪魔ザイガスを倒してくれるからってな。おっと、ついつい長話になっちまったぜ。本当にすまなかったな、アユナ。おめえには礼をしたいから、後でサーカステントへ来てくれ。絶対だぜ。もう子供たちの顔が。おーい、ガキども。オルフェアの町へ帰るぞ。あ、急激に嬉しそう。これで解決か。扉は光り輝いたまんまなんかな、ずっと。ん？まだなんかある？お。ここか、圧巻ナブレットのアジトは。まだいいよんか。え、てか入れ違いで合わんかったん？ふぬ、かような場所に不似合いないかにも怪しい扉を発見。圧巻ナブレットめ、神妙にお縄にかかれい。あ、一人で。なんであるか、この妙な場所は。あ、開けてくれい。誰か、助けて。え、あれは？あの、ドンドンドン。正義の使者、パクレ警部を、かようないかがわしい扉に閉じ込めるとは、圧巻ナブレットめ、許さんぞ。さあ、さっさと開けるである。今開ければ許してやってもよいぞ。開けてくれい！誰か、助けて！しかし、不思議な扉は開かなかった。ナブレ警部、
惜しい人を亡くしてしまった。バイバイ、帰るよ。え、来たる時ば、ん？来たる時が来るまであかんねやろ。でも来たる時終わっちゃったんだよ。もう開かないんじゃね？大丈夫？さあ帰ってきた。バクレ警部がどうなるのかはまあ、まあね。頑張って生きてください。ってことで、とりあえず、とりあえずサーカステントにね、向かって、なんかっていうかあれだよ。キーエンブレムだよ。なんとか間に合いそうだな、多分。ここか。お、いたいた。Ladies and gentlemen and orphan children、 そして勇敢なる旅人アユナ。この方こそがオルフィアの子供たちを魔物の手から守った英雄です。どうぞ盛大な拍手を。ありがとうアユナさん。キャー、かっこいい。照れるぜ。さて、皆様にまずはお詫びを申し上げねばなりません。魔物から隠すためとはいえ、オルフィアの子供たちをさらい閉じ込めたこと、誠に申し訳ございませんでした。皆様をお騒がせしたお詫びとして、当ナブナブ大サーカス団は本日をもちまして解散。私も町長の座を退き、このオルフェアから出ていきます。え、そんな、町長まで辞めちまうのかよ。ナブレットのおじちゃん、僕さらわれた時は本当に怖かったけど、でもおじちゃんがさらってくれなかったら僕たち魔物に食べられてたんだもん。おじちゃんは悪いことしてないよ。なんだよ、ふった。弟のくせに僕が言いたかったこと先に言うなよ。え？ひどいよ、兄ちゃん。そうよ、ナブレットさんがさらってくれなかったら、みんな死んじゃってたかもしれないわ。ナブレットさんはいいことをしたのよ。だから、サーカスをやめないで。僕たちサーカスが大好きなんだ。そうだ、町長。あんたがやめることないわよ。また、ナブナブ大サーカスが見たいの。お願い、ナブレットさん。うう、すまねえな、町の衆。ガキどもにあんなひでえことをしたこの俺だってのに。すまねえ、すまねえな、うう。感動だな。オルフィアの町の衆と子供たちにそこまで言われちゃ、サーカスをやめるわけにはいかねえぜ。よし、そんじゃ仕切り直しだ。神聖ナブナブ大サーカス団の素敵なサーカスを、心ゆくまでお楽しみやがれ。いいタイミングでブランコが下がってきたね。あれは測ってたのか。お、すごーい。おお、おおってまあアニメーションやけど。お、すげえね、スローモーション。いいね、いいね、平和だよ。さあ、勇敢なるオーガの旅人アユナ、君の勇気をたたえ、神聖ナブナブ大サーカス団のアクロバットケーキ第1号をプレゼントいたしましょう。おー、いいな。遠慮しないで召し上がりやがれ。お、アクロバットケーキを食べた。なんとケーキの中から白のキーエンブレムが出てきた。おー、すごいサプライズ。アユナは白のキーエンブレムを受け取った。おー、洒落た演出だね。これでクリアだ。皆さん、オルフェアを救った英雄アユナに今一度盛大な拍手を。おー、照れるぜ。よし、クリアだ。ん？サーカス団のスター、オルフェアの町を救うほどの活躍をした者に贈られる称号。おお、やったね。おう、アユナかい。おめえには随分と世話になったな。ありがとよ。おかげで助かったぜ。へへ、妹ナルウェンに頼まれた時は、正直サーカスなんてくだらねえと思ったんだけどよ。その、なんだ、15年もやってみると、愛着ってもんが湧いちまってな。町のみんなに甘えて続けることにしたのよ。あ、アユナさん、僕ね、トンボ帰りができるようになったんだよ。今度ステージを見に来てね。ね。
かわいいよ。かわいいな。よし。はい、では今回の実況はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、Twitter フォロー、よかったら高評価もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。